2019年からこのジェイフでは、まあ、オーガニックファタライダーを自分たちで作り出してるんですね。今年の作画はどうでしたっていうお話をしてると、まあ、それをやりだしてから私品質も安定してきてるし収量も安定してきてるんだって話があってですね、まあ、毎年来てたんですけどそこ見てなかったんで今から見に行こうと思います。じゃあ行きましょう。マイクロオーガニズムって言ってますね。農園にある細菌を集めてきてここで培養してこの菌を使うことで、以前ラテマのエルインヘルトでこの説明をさせていただいたことあると思うんですが、通常ミミズで有機肥料を作るのには90日くらいかかるんですが、それを混ぜていくとですね35日から40日、まあ、少し短い期間で有機肥料が作れるっていう、まあ、そういうテクノロジーが、まあ、新しいテクノロジーということで2019年から採用されています。はい、ここはですねパルピングを終えたパルプです。要はあのチェリーの皮をむかれて後のパルプです、まあ、軽く水洗いをしてからこのベッドに、入れていきます。この中にミミズがいるんですね。このパルプをと、まあ、カスカラとを混ぜていくと1ヶ月ぐらいで形がなくなっていって、まあ、土のようなものになります。先ほど見ていただいたミミズでですねカスカラを土のような感じで2ヶ月ぐらいかけて分解させたものがこちらの場所に運ばれてきて、牛糞であったりとか馬糞、あと葉っぱであったりとかパーチメント、まあ、そういったものが一旦このレイヤー状に積み重ねていきます。毎日ですねマイクロオーガニズムを、まあ、薄めたものですね、それをスプレーしていきます。これはですねこの有機肥料を早く作れるっていうことだけじゃなくて、実はこれを農場にこれ撒くことによって、通常の農業であればですね土を取って土の検査をして、まあ、必要な栄養素をですね、まあ、添加していくんですよね。これケミカルなものを入れていくんですが添加していきます。それをずっと繰り返すのが、まあ、通常の農業なんですが、で今回のこのジェイヒルはですねこのマイクロオーガニズムを使ってこのもの自体も堆肥に入っていくので、それを土壌に入れることで生きた微生物がですねそこの土壌を自然と作っていってくれると、まあ必要な窒素は必要な分だけそこの土地に合わせた形で作っていってくれるという効果があるようです。でこれがですね実際やりだしてすでに収量であったりとか豆の大きさであったりとかあと豆の味にも影響が出てきていて、かなり成功していると言っていました。